プロップサイクルは、ナムコが1996年9月に制作、販売したアーケードゲーム。自転車型の筐体にまたがり、ペダルを漕ぐことで、人力飛行機、ラペロプターを飛ばす体感ゲームである。プレイヤーは、ラペロプターを操作して、フィールドに配置された風船に体当たりをし、割ることにより、点数を得るのがゲームの目的。制限時間が決められていて、 その時間内に獲得できた点数が成績になる。また、中には制限時間を増やす風船も存在する。本ゲームの筐体のプレイヤーがまたがる部分は、健康用品のエアロバイクのような形状をしている。ハンドルは前後左右に稼働し、前に倒すとラペロプターの加工、後ろに倒すと上昇。左右は、それぞれの方向への旋回に用いる。 ペダルを漕げば漕ぐほどラペロプターは加速する。筐体は50インチリアプロジェクションモニターを備えたデラックスタイプと29インチブラウン管モニターを備えた SD タイプがある。いずれの筐体もモニター下に風体乾燥地と称する送風ファンを2個備えており、ゲーム中プレイヤーに風を吹きつける。デラックスタイプはプレイヤーの操作に合わせてバイク部分が前後左右に腰動する。 本ゲームは二つのゲームモードがあり、プレイヤーはいずれか一つのモードを選んでゲームを開始する。本ゲームのプレイフィールドは次の通り。なおターゲットである風船や赤い玉の位置は固定パターン、もしくはいくつかのパターンから一つが自動的に選択される。ゲームセンターでは一人プレイ専用であったが、当時ナムコが番組アトラクションへの技術協力をしていたテレビ朝日のバラエティ番組、 超次元タイムボンバーでは、二人乗りができると、プロップサイクルに番組オリジナルの改造が加えられた筐体でゲームに挑む、フライングハイというコーナーがあった。前に座るプレイヤーが操ダを行い、後ろに座るプレイヤーがペダルをこぐ。壁などに激突すると後ろのプレイヤーに、ペナルティとして、ボンバーグローブと呼ばれる着用している手袋に、電気ショックが与えられる。また、 風船の中には、ドクロ風船が混じっていて、割ってしまうと、ゲームオーバーとなり、風船を一個も割れなかった扱いになる。ドクロ風船は一定の距離まで近づくと突如として、プレイヤーに、ドクロの面を見せるのでそこからうまく回避ができるか、どうかが腕の見せどころだった。その後、一部の店頭のプロップサイクルでも、番組と同じステージがプレイできる、バージョンアップ版が稼働した。 ありがとうございます。